はい、どうも、おにぎりです。よろしくお願いします。ピーピーファンのこれからです。前回ですね、なんていうんですか、豆鬼さんがですね、モンビラス戦に行ってしまったんですよね、残念ながらね。はい。すっごいかわいそうなんですけど、この人。はい。この人、だから代わりにエンマにしてあげようかなと思います。優しいんで、僕。はい。で、代わりにお前が豆鬼になってください。はい。で、エンマが今一人絶好調なんだよな、黄色。このクソ黄色が絶好調だから、あいつのなんか絶好調のさ、なんかやつでさ、他のコンピューターキャラを全員絶好調にするみたいなのあるじゃん。あれでちょっとね、あれを利用して、豆鬼が絶好調になんねえかなと思ってますよね、僕ね。はい。そういうことでーす。ピッピキピー。まあ、そういうことなんですよ。すっごくわかりやすく言えば。すっごくわかりやすく言うとそういうことですね。まあ、これ以上わかりやすい説明なんかねえんじゃねえかなと思います、ほんと。はい。そういうことです。とりあえず、まあ、絶好調のチリちゃんなんか適当にサイコロ振って、はい。まあ、適当になんか行きましょう。バンクなんか詰めましょうか。はい、OK。じゃあ、まあ、キングにカードとか預けておきましょう。今すぐ使うもんじゃないんでね。まあ、してユンチも預けておきましょう。はい。で、引き出します。なんか引き出せるもんあるかな、これ。ないか。ないな。ないっすね。うん。ないな。ない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 。はい、OK。まあ、あとでも、言うてね、6年か7年で終わりでしょ。あっという間にマイナス10兆になるな、ボンビラス行ったら、にしても。やっぱ威力高いからあれなのかな、確率下げられてるのかな、ボンビラス戦に行く。なんかそういうのは、補正でなんかありそうっすよね、これね。お前早く絶好調にしろよ、あいつらを。早く絶好調にしろって、お前クソカス。まあそれぐらいしか仕事ねえんだからさ、やれよ、そんぐらい。やれよ、早く。早よやれ、バカタレが。早よやれ。使えねえな、お前ら。スペシャル。ああ、もういいや。スペシャル大量に買おうぜ。じゃあ。あ、いいよ、いいよ。これで。あ、これでいいよ。もう残りの期間はずっとキングボンビーで見てもらおうかなって。お前、本当にエンマ？見て連続1なんてことある？ここで。ボンビラスセール2点連続1試合地獄なの。牛歩だもんね。セルフ牛歩してるもんね。セルフ牛歩。ボンビラスセールやつに牛歩カード使えるんだったらみんな使うよな、多分。うん。そしてまた言われるんだろうな、コメントで。人の心ないんかって言われるんやろな。ないですーないですーからの、じゃあいいですーって。懐かしいわ。なんか懐かしい気持ちになった。この辺いるとそういえばあれも出るよね。なんかサンバーみたいな人。ツンチャツンチャツンチャ。サンバー、サンバー。マッソル、マッソル。はあ、すげえ。こっち所持金1兆いきそうだな、なんか。ね。まあ、好きなだけ稼がせてあげましょうよ。もっとも100年目の3月に全部奪うかな。そうすることによってテメールはプラス益に止まっていくら稼いだかだけが総資産の額になるわけだ。あ、でも最後の最後のターンにカード全部売るっていう知能今回あんのかな、こいつら。このクソども。それがあるんだとしたらカード売った額の最高額があれになるね。本当は足踏みが欲しかったんだけどね。足踏みっていう売り場に行けなかったから、スペシャルで代用しよう。まあ普通だったらありえねえけどな、そんなのな。こっちの方が圧倒的にコストかかるし。うん。ただ俺所持金カウントしてっからさ、なんかコストとかいう概念実質ねえんだわ。うん。これが本当のいじめ放題ってやつよ。すぐ出た！早っ！一発でねえんだよってね。もうちょっと借金いってほしかったな。それなら。てててれてれて。終わってんじゃねえよ。やっぱ乗るかそるか出すしかねえようだな。この間あんなに台風のやつ出たんだし。乗るかソルかも出てきてくれるんじゃないか。なんだっけ場所、あの場所。ゲイバーじゃなくて、なんかゲイバーみたいな名前のとこ。ゲイバーじゃなくて、デンバーだ。なんでゲイバーが出てきたの？
あの、アビオニのさ、初期作品って死んだ時さ、ゲームオーバーじゃなくてゲイバーって出てるよね。確か。あれって最新作もそうだったっけ？あんま覚えてないや。マイナス9兆か。もうちょっと行こう。もう一声。もう一声欲しいな。もう今更サイコロで移動してるこいつらがもう不憫で仕方がないよ。よし、ありがとう。ありがとう。おう。一応ピッタリつけようとはしてくるんだね。バカのくせに。誰がバカだよって言ってくるかな。そういうことを言ってる時点でだいぶバカにしてるけど。よし、じゃあとりあえず超音速使って、まあさすがに食らいたくはないからね。はいはいはい、はいっと。よし、まあつけてから。あ、それだったら、こうつけるか。ヘリポートとかこれいけるかな。あ、いけるいける。よし。まあ、サラエボまでじゃあ行こう。ここ遠いけたらよかったんだけどな、これね。いや、まあ、それは噛みすぎるけどね。そんなこと起こったらね。どこ？あ、そこか。これってやっぱあれかな、特別マップだとここ遠いきにくいのかな。ひき肉がひき肉にくにくいみたいな。全然いけなかった。バラバーキー！毎回これ言うね、俺。ほぼほぼ毎回。バラマキボンビー来た時、バラマキって言うよね。うん。これもみんな、あの、使っていいっすよ。ODA 語録っすから、これ。はい。バラマキ！なんか、ちょっと丸っぽいんだよな、うちのメンバーの。うちのメンバーの丸がなんか、ちょっとそんな感じにされるよね。バラマキ！言いそう。うちの丸すごい言う。うちの丸って何だねえ、もともとはね、ちゃんとね、なんていうんですか、このグループ名みたいなのも作ろうとしてたんですけど、何も思いつかなかったんで、結局あの僕の個人チャンネルになってます。はい。まあ、ていうか、あの人たち、めちゃくちゃ忙しいんでね、僕と違って。なんで、なかなか集まれないんですし、なかなか集まれないですし、こう、うん。だからなんていうんだろう、もともとウーさん、NK、丸の3人はね、同じ部活の、メンバーなんですよ。で、僕はね、ぶっちゃけ言うと、成績悪すぎて帰宅部だったんで、はい、帰宅部にさせられた、クビになった、部活をクビになった方らしいので、はい、なんですよね。まあ、そういう頃なんです。はい。まあ、だもんで、あっちはな、だからの、その、部活の進行があるんですけど、僕はそこがないので、本当にね、動画撮るか、つって、ただ一緒に遊ぶか、っていう集まりでしか、集まらないんですよね。まあ、そのせいでちょっと集まりが悪いんですよ。まあでもこんだけ長い期間ね、まあ小から一緒ですからね、小中とね、ずっとね、仲良くしてもらって、で、今も仲良くしてくれて、本当にありがたい限りですよね。こういう友達大切にしなきゃなと思ってます。はい。っていうちょっと真面目なお話でした。まあなんでこれからも他のね、この3人、メンバーがね、動画出ることは、まあたまにはあるかもしれないけど、基本的にはないと思ってください。基本的には僕一人です。はい。っていうのだけは、まあ、ご理解いただければなと思います。なんで俺サイコロ振ったんだろう。まあ、基本は僕一人ですけど、うん。まあ、それでも、まあ、こいつおもろいなと思ってもらえるようにね、頑張ります。なかなか、こう、ゲーム実況って難しいですからね、これでもね。まあ、僕の場合は特に何も考えてないんですけど。ゲームやって喋ってるだけなんですけど。全部そっち側。お、マイナス10兆乗った。バーカバーカバーカ、ざまみろバーカ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 。こいつあれだよね、どう考えてもあれが悪いよね。そのマイナス10倍返しがやばいよね。うん、もう5兆食らうもんな、あれ、一発で。一発で5兆食らう悪行って何なんだ、ほんと。意味がわかんねえ。令和の時から、令和もね、赤マス10倍返しはあったんだけど、赤マスが相対的にこっちの方がでかいからな、何分な。一発一発200何億とか取られちゃうから、それのせいで威力がやっぱね、倍増というかもう上がりまくってる感はあるよね。OK! 行きたかったとこ行けた。さあ、これで、これで、本当は、デンバーだっけ、ちょっと名前忘れてるんだけど、あれに2月に泊まりたいんですよね。したら絶好調のなんか乗るかソルかみたいなあいつが出てくると思う。と思うんですよ。ゲッ。クソがー。あ、え、素で乗った。
から意味ねえじゃんもん。すごい、まみれてこっちゃなった。1位から6 いや、なんて悲しいやつなんだ。悲しいね。うん、しかし、うん、まあ、気分が良くなるんだよね、それね。はい、配り始めた。いや、すごい、絶好調見れた。音速。あ、星飛びくれんの。あざーす。じゃあ、せっかくだからもらったやつ、まあ、そうかな。すごい、見れた見れた。マミオンの絶好調だ。曲ぐらい用意してやるよ、ほんで。昔のね、マミオニのテーマみたいなやつ、あれめっちゃ好きだったんだよ、あの曲。てーれてーてーれてーてーみたいなやつ。あれ、スーパーマミオニとかね、ハイパーマミオニとか昔あったんだけど、あれもなくなっちゃったんだもんな。あれめっちゃ好きだったんだけど、あれ復活しませんかね。あー、じゃあ乗るかするかもういらねえじゃん。すげえ、あいつちゃんとすれ絶好調になったぞ。じゃあ目的地入ろうか、せっかくだし。マミオニが絶好調になった記念みたいな。すげえ、ちゃんとお前ら全部見せてくれんな、サムネを。なんか今日本当にユニーな、サンタ来るわ、マミオニ絶好調になるわ。で、なんか台風は一発で世界中引くわで。今日どうした、なんか。すげえユニーな。ハルビン、どこですか。ハルビン。なんかなんとかハルみたいな名前の人をさ、ハルビンって呼んでる人いそうだね。そういう奴らキモ。あー、戻っちゃったわ。は？やめろやめろやめろ。クソが！お、クソどもが。もういいよ、星飛びは。もういいよ。クソどもが。坊主？なんや、動物園。あー、うちの動物園が世界一年かな。あ、神じゃん。お前神だよ。ねえ、クソが。クソ、あの赤ぶっ殺してやる。そして黄色、お前もぶっ殺してやる。ぶっ殺してやる。やろう、ぶっ殺してやる。なんで坊主も配っちゃうんだよ、お前。なんか坊主も配っちゃうの。坊主配っちゃう。なんか坊主配ったよね。なんか坊主配ったよね。坊主配っちゃダメでしょうが。あんたらまったく。星飛び見ようか。まあいいや、行こう。まあ近くはなりやろ。あんま強い売り場だった記憶ないけど、そこか。そこか。今更記念仙人来ると思わなかった。そうか、ここか。うん、潜在地具はあんまいらないけど、まあいいや。くっそ、何が、何もくそではないわ、別に。ここなんか、あ、ですよね、6連都市欲しいな、今は。で、超音速かな。よし、オッケー。1枚パトカードでなんか枠埋まっちゃってんのがきついな。なんだその出目は。そのデメはや、チンコ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 。あー、1兆超えた、所持金えぐー。やだなー、1兆円も持たれてなー。ちょっとこの、ちょっとこれね、ちょっと鬼エちゃんね、切れちゃうかもしんないよ、これ。自分にチャンつけて呼んでるやつ。まあ俺がやるときもいいな。可愛いのがやったら可愛いかもしんない。ね。なんとかちゃん。ね。うん。あとは年齢にもよると思う。さあ、というわけで94年目ね。見れましたね。マミオニのゼクチェーがね。ゼクチェーが見えましたね。はい。スバラ。ガチスバラ。いや、いいね。なんかすげえ今日運いいな、マジで。いや、一丁はもっと良くないよ。一丁持たれてるの良くないよ、本当に。良くないね。これ何とかしなきゃいけまへんね。伸びしろですね。